どうも皆さんこんにちは、タカです。今回のチュートリアルになるんですが、ダヴィンチリゾルブのカラーについてやっていきたいと思います。今でこそダヴィンチリゾルブはソフトウェアのアップデートによって動画編集において様々なことができるソフトウェアになってきましたが、少し前まではですね、カラー編集においてとても優秀なソフトとして多くの方に知られていました。このカラー編集の機能がすごく優れているという理由でダヴィンチリゾルブを使っている方も多いかと思います。ただですね、初めてダヴィンチリゾルブを使うような方にとってはこのカラータブのページは少しですね、複雑に見えてどこをどのように操作すればいいのかわからないという方も多いかと思います。今回はですね、そういった方に向けて基礎的な画面の見方や操作方法などについて、カラー編集の中で最も基礎的な部分といえるカラーコレクションという色補正を行う作業を交えながら解説していきたいと思います。またね、今回の動画は少し長めの内容になってくるので、あらかじめ概要欄の方にですね、目次の方を用意しておきました。もうすでに画面の見方や操作方法について一通り理解しているという方はですね、そちらの目次を使いながら動画を見ていただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。 Let's go。 まずはカラータブの画面の見方や操作方法などについて解説していきます。今表示されているこちらの画面はエディットタブの画面になるのですが、ここから早速カラーページに飛んでいきましょう。下にあるこちらのタブ選択メニューで、こちらのカラーのマークを選択してください。そうするとこのようにカラータブのページに飛ぶことができます。いろいろなウィンドウや操作項目があるので、初めての方は混乱しそうになりますが、基本的な操作においてはある一定の部分のみを覚えておくだけで大丈夫なので、今回はそれらの部分について紹介していきたいと思います。まずは簡単に画面に表示されているウィンドウの紹介をしていきたいと思います。一番左上にあるこちらはプレイバック画面になります。カラー編集をしているクリップの映像が表示される形になります。その下にあるのがクリップ一覧になります。こちらは先ほどのエディットページで並べられていた複数のクリップのそれぞれのサムネイルが表示されている形になります。エディットページに戻って確認するとこのように3つのクリップが並んでいますが、それらのクリップがカラータブになるとこのようにサムネイル形式で表示されているような形です。カラーの編集をしたいクリップのサムネイルを選択して、クリップごとにカラーの編集ができるようになっています。矢印キーの上や下を押して切り替えることも可能です。そしてこちらの右上にあるクリップという部分を選択すれば、このようにクリップ一覧のウィンドウをオンオフすることができます。画面の大きさの関係上、プレイバック画面のスペースが小さくなりがちな方は、こちらのクリップのウィンドウをオンオフしながらカラー編集をするようにしましょう。そしてこちらの右側にあるのがダヴィンチリゾルブのカラータブで特徴的な部分でもあるノードエディターになります。この部分で複数のノードを並べたり重ねたりしてカラーコレクションやカラーグレーディングを行っていきます。そして左下にあるのがカラーのコントローラーになります。カラーの編集をしていく上で最も多用する部分です。デフォルトの状態で見えているのがプライマリーホイールとなっており、こちらの虹色の円の部分でカラーをコントロールし、下にあるホイールを左右に動かすことで明るさであるルミナンスを調節することができます。右上のリセットボタンを押すと設定をリセットすることも可能です。プライマリーホイールには見ていただくと分かる通り、リフト、ガンマ、ゲイン、オフセットの4種類があり、これは明るさの範囲を表していて、こちらのリフトが映像のシャドウである暗い部分のコントロール、ガンマが中間であるミッドトーンのコントロール、ゲインが明るい部分のハイライトのコントロール、そしてオフセットがルミナンス全体のコントロールというような形になっています。そしてこちらの上にある丸いマークでメニューを切り替えると、プライマリーホイールがバー状になったプライマリーバーやログホイールなどを使うこともできます。またそれ以外にもこちらのメニュータブからローデータの編集やカラーマッチ、 RGB ミキサー、ノイズリダクション、ブラーなどの複数のメニュータブもありますが、今回の基礎的なカラー編集の中では使う必要はないので、今回はこちらのカラーホイールをメインに使っていきます。次にこちらの真ん中にあるツールのウィンドウになります。こちらは明るさや色を調節できるカーブであったり、
色を選択するクオリファイヤー、特定の部分をマスクするウィンドウ、そしてトラッキングやブラー、キー、トランスフォームなどのツールが並んでいます。今回のカラーコレクションの過程の中ではあまり使いませんが、より細かいカラーを編集する場合にとても便利なツールになってきます。そして一番右側にあるのがスコープになります。スコープは表示している映像の色やルミナンスの情報をグラフ化して表示したもので、正確に色や明るさを判断していくための物差しとしてとても重要な役割があります。カラーコレクションやグレーディングを行っていく上で、もちろんプレイバック画面を見ながら編集をしていきますが、モニターと目の確認だけでは正確なカラー編集をしていくのに限界があります。そこでこちらのスコープを見ながら細かい部分の調節をしていきます。プレイバック画面を右クリックしたところにあるこちらの小スコープを選択すると、このように別ウィンドウで大きく表示させることも可能です。こちらのウィンドウメニューでレイアウトを変更させることもできます。複数のスコープがありますが、今回はスコープの入り口として一番多く使われるこちらのパレードスコープを使ってカラーコレクションをしていきたいと思います。パレードスコープの簡単な見方になりますが、縦軸は明るさであるルミナンスのレベルを表しています。スコープの0の位置が真っ暗なピュアブラック、1023の部分が真っ白なピュアホワイトという感じになります。横軸は映像の左から右の色情報をそのまま反映している形になります。試しに映像内に黒や白のマスクを作成して、どのようにスコープが反応するのか見てみましょう。マスクを作成してオフセットを下げてマスクを真っ黒にすれば、このように映像の中の黒いマスクがある部分の波形が下に飛んでしまっているのがわかるかと思います。逆に白に持っていくと、このように波形が上に飛んでいきます。そしてこのマスクを左右にずらすと、それと同じようにスコープの色情報も左右に動きます。このような形でパレードスコープは RGB の色のバランスや明るさを波形で見ることができるようなスコープとなっています。最初はスコープを読み取るのに時間がかかるかもしれませんが、カラー編集において必須のツールとなってくるので、いろいろな映像のカラー編集をして反復練習をしながら慣れていくようにしましょう。簡単になりますが、カラータブの画面全体の紹介は以上となります。はい、という感じでカラータブの基礎的な画面の見方や操作方法についてさらっと見ていきましたが、実際にね使ってみないとなかなか実感が湧いてこないと思います。ということでね、早速これからログデータの映像をですねカラーコレクションする作業をやっていきたいと思います。早速ですね、編集に入っていきたいところなんですが、カラーコレクションについて知らない方のために簡単にカラーコレクションについて解説しておきたいと思います。まあ、皆さんですね、各々が撮影した映像というものがあると思うんですが、それらのですねカメラにそのまま映し出した映像というのは不自然な明るさや色合いであることが結構あるんですね。カラーコレクションはそれらの不自然な明るさや色合いの部分をですね補正して、映像を目で見たそのままのような自然な明るさや色合いに補正していく編集作業になります。慣れないうちはですね少し難しく感じるかもしれませんが、カラーをきれいに編集していく上で最も重要となってくる基礎的な部分になるので、マスターしておくことをお勧めします。カラーコレクションの内容が理解できましたら、早速編集作業の方に行ってみましょう。もう一度レッツゴー。今回はこちらのログ撮影した映像をサンプルにやっていきます。見ていただくと分かる通り、ログ撮影した映像は映像がフラットで眠たい印象の映像となっています。この眠たい映像の見た目から、明るさやホワイトバランス、サチュレーション、コントラストなどを補正していき、映像を自然な見た目に持っていきます。ログ映像のカラー編集をしていく上で、ダヴィンチリゾルブには RCM というカラーマネージメントをするのにとても便利な機能があります。こちらの歯車マークのプロジェクトセッティングの中にあるカラーマネージメントの中のカラーサイエンスをダヴィンチ YRGB からダヴィンチ YRGB カラーマネージドに設定すると、このようにカラースペースの入力出力メニューが表示され、ローやログなどの映像を正確かつ簡単に REC709 などのカラースペースにコンバートすることができます。ただ今回は基礎編ということで、
あえてログ映像をマニュアルでカラーコレクションしていきたいと思います。それではノードエディターやカラーホイールなどを使って本格的にカラーコレクションをしていきましょう。一番最初のノードにノイズリダクションなどのノードを作成することもありますが、今回は一つ目のノードから明るさであるエクスポージャーの調節をしていきます。明るさを調節するときはスコープとプレイバック画面を見ながらプライマリーホイールやカーブを使って調節していきます。スコープの0の位置が真っ暗なピュアブラック、1023の部分が真っ白なピュアホワイトというお話は最初にしました。明るさの補正作業ではそれに合わせて映像のシャドウに当たる黒い部分とハイライトに当たる白い部分を調節していきます。この場合プライマリーホイールのリフトとゲインのルミナンスホイールを使ってこのように調節してもいいですし、カーブを使ってこのように調節しても構いません。今回は分かりやすいようにプライマリーホイールを使って調節していきます。プライマリーホイールのリフトのルミナンスホイールを使ってスコープに表示されているこちらの波形の下の部分がこちらのゼロラインギリギリのところに来るように持っていきます。そうしましたら次にハイライトの部分をゲインのホイールを使って1023の部分あたりまで持ち上げていきましょう。ハイライトを調節するとそれに合わせてシャドウの部分がまた少し持ち上がりました。なのでここでもう一度リフトを使ってシャドウを0の位置に持っていきましょう。これでシャドウとハイライトの部分の補正が完了しました。これができましたら次にミッドトーンを調節していきます。ガンマのホイールを使ってミッドトーンを少し下げて全体のメリハリをつけてあげましょう。こんな感じですね。だいぶ大雑把にやっていきましたが、明るさの調節であるエクスポージャーの設定はこれで完了です。一度ビフォーアフターを見てみましょう。ノードの中にあるこちらの数字の部分を左クリックするか、ノードを選択した状態でコントロールプラス D を押すとその選択中のノードをバイパスさせることができます。こちらのマークを選択することでノード全体をバイパスし、カラー編集前と後のビフォーアフターも見ることができます。明るさの設定が終わりましたら、ここで新しいノードを追加して次の作業に行く前にどのノードで何の編集を加えたのかが分かるようにノードに名前を付けておきましょう。ノードを選択して右クリックしたところにあるこちらのノードレーベルを選択するとこのようにノードの名前を設定することができるようになります。こちらのノードはエクスポージャーということで EX としておきます。そうしましたら新しいノードを追加していき、次にカラーコレクションでとても重要な部分であるホワイトバランスを調節していきます。ノードを右クリックしたところにあるこちらのアドノードのところにあるアドシリアルノードを選択して新しいノードを作成してください。 Alt プラス S キーのショートカットでも作成可能です。ノードの名前はホワイトバランスということで WB としておきます。今回のサンプル映像の場合、プレイバック画面やスコープのミッドトーンあたりを見ていただくと分かる通り、全体的にブルーが強いブルーシフトな映像となっています。この RGB のバランスを合わせて自然な色合いに持っていくのがホワイトバランスの作業になります。今回は基礎的なプライマリーホイールを使ったやり方をやっていきます。今回の映像のような場合、ミッドトーンの青が強いのでプライマリーホイールのミッドトーンにあたるガンマのカラーホイールを使っていきます。カラーホイールのカーソルをクリックし、ブルーの反対の色である黄色オレンジ色の方向にカーソルを移動させて色を調節していきます。このような感じですね。プレイバック画面の見た目も自然になりましたが、スコープのガンマを見ていただくと分かる通り RGB の波形が揃っているのが分かるかと思います。これでカラーバランスが整いました。ビフォーアフターで見ていきましょう。はい、だいぶ自然な感じの映像になってきたかと思います。基本的なやり方の一つとしてプライマリーホイールを使ってホワイトバランスを合わせていきましたが、やり方は複数あります。こちらに1、2のメニュー切り替えボタンがあるのですが、こちらの2のメニューの中にある暖色と寒色をコントロールするテンペチャーと
グリーンとマゼンタをコントロールするティントを使って調節する方法、またはこちらのスポイトマークをクリックしてプレイバック画面の中の白い部分を選択することによってソフトが自動的にホワイトバランスを処理してくれるオートホワイトバランス、あるいはこちらのカーブのリンクを解除して RGB のカーブを使って調節する方法などがあります。やり方は様々ですが、色のバランスを自然な方向に持っていくというゴール地点は変わりません。最初はやりやすいやり方でいいと思いますが、今後様々な映像のホワイトバランスを合わせていくのに複数のやり方を知っておくことはメリットとなってくるので、いずれは複数のやり方を覚えていくことをお勧めします。ホワイトバランスが終わりましたら、次にサチュレーションとコントラストを加えていきます。新しいノードを作成し、ノードの名前をサチュレーションとコントラストということで SAT/CON としておきます。ノードが作成できましたら、まずはサチュレーションの方から当てていきます。今回は基礎編ということで、シンプルな方法であるこちらの1のメニューの中のこちらの SAT と書いてあるサチュレーションのコントローラーを使って調節していきます。サチュレーションを当てるときは色を当てすぎず自然な鮮やかさの部分に調節していきます。今回のサンプルの場合、だいたいこれぐらいのところにしておきます。そうしましたら次にコントラストを加えていきます。コントラストは同じくこちらの1のメニューの中にあるこちらのコントラストの数値を変えることによって調節できますが、こちらのカーブを使ってS カーブを作るような形でもできます。今回はシンプルなやり方のこちらのコントラストのコントローラーを使って調節していきます。数値を上げていき、シャドウとハイライトのコントラストにメリハリがつくようないい感じの部分に持っていきます。このような感じですね。はい、このような感じでだいぶ大雑把にやっていきましたが、最初のログ映像の眠たい印象からより自然な見た目に補正するカラーコレクションができました。話が戻りますが、ここでホワイトバランスの重要性について少しお話ししておきたいと思います。実はホワイトバランスがしっかりしていないと、この最後に行ったサチュレーションを当てるときに色がしっかりと鮮やかになっていきません。試しにホワイトバランスのノードをバイパスしてみましょう。そうすると最初の青色にシフトしていた映像の色がそのまま持ち上がり、全体が青々した映像になってしまいます。またカラー編集の最終地点というところに色に演出を加えていくカラーグレーディングというものがありますが、このカラーグレーディングもカラーコレクションができていないと、これと同じように適切に色をコントロールすることができず、グレーディングが適切にできなくなってしまいます。どういうことか、試しにカラーグレーディングで一番簡単な方法ともいえるフィルターを使ったようなグレーディングであるラットを当てた方法を例に説明していきたいと思います。こちらのカラーコレクションが終わった後にグレーディングの要素であるラットを当ててみましょう。今回はティール&オレンジというシャドウの部分が青緑、ハイライトの部分がオレンジ色にシフトするようなラットを使っていきます。そうすると今回はカラーコレクションをしっかりと行った後なので、ティール&オレンジのラットがしっかりと反映されているのがわかるかと思います。ただカラーコレクションのホワイトバランスをしっかりしていなかったらどうなるでしょうか。一度ホワイトバランスのノードをバイパスしてみましょう。はい、このような感じで全体が真っ青になってしまい、ラットの意味がないような映像になってしまいます。このような形でカラーコレクションができていないとカラーグレーディングもできなくなってしまうので、必ずカラーコレクションはしっかりと行うようにしましょう。今回のカラータブの基礎的な内容とカラーコレクションのやり方についての解説は以上となります。お疲れ様でした。はい、という感じでカラータブの基礎的な使い方とカラーコレクションのやり方でした。今回はですね、カラーグレーディングをするというところまではいかなかったんですけれども、今後ですね、カラーマッチングやカラーグレーディングをしていくのに、今回やったカラーコレクションはしつこいようですがとても重要なところになってくるので、反復練習しながらマスターしておくようにしましょう。またですね、カラーコレクションやカラーグレーディングのやり方には本当に複数のやり方があるんですけれども、
何が正解というわけではなくてですね、自分が出したい色に持っていく最適な方法があるのでしたらそれでいいと思います。ただですね、最初から画流でやってしまうと時間がかかってしまうので、初心者の方はですね、今回紹介したやり方を参考にやっていくことをお勧めします。最後になりますが、こちらのチャンネルではダヴィンチリゾルブのこういった基礎的なチュートリアル動画もやっていますので、ダヴィンチリゾルブを使っている方でまだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。という感じで簡単になりますが、今日の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。